サイレントヒルの、中で、まあ、一番このシーンに、ゲーム中のシーンですごく、イメージがこうぴったし合ってる音楽をあえてこう選んだというところありますね。逆に、共通点はないと。シリーズの中での音楽として、バリエーションに、富んだものを選びましたと。グルーヴ的なところで、ジャンルの進化はないですけど、まあ、ワールドビートとかそういう新しいビートを、追求して進化したっていうところはあります。そうですね。ジャンルに、とらわれないというか、ジャンルで考えない、音楽を作る、スタイルという感じですね。他の、まあ、いろんな、世の中にある音楽を、いろいろチェック、聞いたりすることで、まあ、自分も感化されてるという感じですね。まあ、楽器による実験というのは、まあ、あんまりやってないですけど、まあ、自分の中で、常に、ないものを、出せるように、新しいものを追求できるようなことを、毎回毎回試みてるっていうところありますね。サイレント2の、シーモブローラが、自分的にはすごい、気に入ってますと。で、まあ、そのシーモブローラに関しては、ゲーム中の、ゲームっていう音楽の中で、ゲームらしくない音楽を作ろうと思って、やった音楽として、自分なりにそれが実現できたというところで、すごくお気に入り、そういう意味ではお気に入りですね。まあ、ケースバイケースあると思います。音楽がゲームが音楽にそれぞれ影響を与えるっていうふうだと思っています。クラシックな音楽とジャズ以外の音楽をこよなくたくさん聴いております。